ジャストタップアウトっていう団体。ジャストタップアウト、はい。もう今完全にゼロから、練習生募集して、うん、でもう新人をで募集っていうか、今もう募集しても来るの小さい人間ばっかりなんで、うん、やっぱレスラーって大きくなきゃなって思いがあるんで、180センチの若者とか見つけて、うん、声かけて、うん、で育てて今、うん、コツコツやってるんですけど、はい、まあ、今どこが拠点なの？です拠点って特にないんですけど、まあ、自分が千葉に住んでるんで、うん、千葉に道場を構えてやってますけど、基本大会はほぼ東京でやってますね。いろいろ使えるものを全部使ってます。 YouTube だったり Instagram だったり、うん、あるいはツイキャスだったり、うん、あらゆるものを使って発信はしてるんですけど、欲しいのはちょっとこう強力なスポンサーあたりがね。そうです ね、それを協力者がいてくれないと探しまくって、プロレスの団体がありたたないからね、はい、そうですね、そうなんですよ。あ、そっかそっか。じゃあもしね、これを見てプロレス、応援してくれてる人がいたら、ちょっと、ね、タカ君が今また新しく団体を作って頑張ってますから、ぜひ協力していただければなと思います。タカ君でもその辺すごいバイタリティだよね。いや、やっぱ自分もプロレスしかできないんだよ。新垣仁生みたいなラーメン屋とかたこ焼き屋とかできないんで。あ、仲悪いんだ。いや、悪くもないし良くもないっていうか、まあ、動機あるあるです。タカ君なんかこうずっともう休みなくずっとプロレスやってるんだけど、もうなんか趣味ってある？趣味はまあ強いて言えばもうギャンブルで、ギャンブル好きなんだ。パチンコとパチスロだけは何度もやめようと思ったんですけど、やめれなくて。あ、なるほど。まあちょうど佐渡島でも昨日もやった。みんなが観光行ったんですけど、いや自分観光いいんでちょっとパチンコはついててくださいっつって、パチンコ屋行ってまあ負けましたけど、まあ、いやでも旅の思い出として、今何売ってるの？いや、もう自分はもう何でもいい、パチンコでもパチスロでも何でもあればいいので、その時入って、あ、これいいかなと思った気分で、打てればそれでよしで、はい、出る出ない関係ないですよ。出る関係ない、打てればそれでいいんですよ。まあでもね、俺らもね、そういう時あった。オカミ軍団で、ヒロさんと天山と俺が3人ぐらいの時にさ、地方行くとさ、もう飯食って2時間3時間ぐらいしかないのに、もうちょこっと行ってやるっていうね。お父さんと天山さんはもう狂ってましたね。ね、エルサムライさんとか。あ、そっか、侍とかで、ね、今の若い選手って新日本 もあんまやらないんでしょ、そういうのは。割と自分はその鈴木軍っていうのは、鈴木村選手の軍団に行ったんです、うん、あそこは結構やさぐれてる人多かったんで、太一とかは結構好きで、一緒にやってましたね。長崎かなんか五島列島かなんかツアーがあったりとかした、はい、でもパチンコは喧嘩に行けんしかないようなところ、はい、俺ヒロさん出してって、そしたら後藤さんと誰かな、穂中さんあたりが入ってきてさ、そしたらさ、もうその2人しかいないの、昼間。このおっさんたちはすごいなと思って。パチンコ好きな人はすごいですね。新業の巡業中に移動で、うん、バス乗らないで、うん、時間の時自分で新幹線で早く行って、うん、回転とかにうちに行ってたんですよ。そしたらなぜか天山さんがいるんですよね。なんでいるんですかっていう、はい、好きな人間は本当も先乗りしてでも打ちますからね。あれは何、なんかこうデータもつけてるの？あ、自分は一応その収支はなんとなく収支つけてる、はい、なんとなくつけてます。あ、やっぱりそう、好きな人つけてるもんね。つけますね。あとどこの店行ってどうだったか前は書いてましたね。天山あたりはね、やっぱもう巡業中にもらうお小遣いのお金やっぱそこにかけてるから、もうすったらもう次の日食うもないじゃん。もうさ、あいつらなんかさ、もうすったら次の日あたりはさ、もうホテル着いたらもうその俺とかヒロさんをさ、ちょっとハンティングしてんだよ。飯食いに行くのさ、もうひっついてきてさ、もう出してもらうと。そうもう命がけだもん。パチンコを打つ人はそこに命かけてますから。タカ君は、家庭の方は？あ、もう一応結婚はして子供は一人います。あ、じゃあもうそんなあんまり今はなので、うん、ちょっと千葉に住んでるんですけど、千葉いる時はもうちゃんとまともにやって、うんうん、で地方行った時はやっぱ弾けて、うん、はい、なので佐渡島でちょっと一発打ってやろうと思って新潟でますか、泊まって。いやそれも考えてたんですけど、それはちょっと2日家開けるとすると読みに怒られるんで、でも考えるよね。確かに、まあ、ちょっと確かにね、パチンコやってる時もうギャンブラーはね、そう、行くとこ行くとこでどっかなんかちょっとこの運試しをしたいような、その気持ちは強いんですけど、ね、やるね、今日は。いやだって時間的にやお前昼間だよ。いや、まあ、そう11時ぐらいだよ。ね、あの
から俺はバスで行こう、東京戻ってそこから千葉行って、うん、なんで作ると思う、まあ、夕方とかになっちゃう。いやだって勝てた新幹線に入るいや実は昨日、うん、その勝負だったんですよ。昨日それで勝ってれば新幹線乗ろうかなと思ったんですけど、やっぱそういう時って絶対勝てないんですよ。なんか子供のお土産買って、肩まっすぐ帰って、あ、はい、何を買ったの？ボールペン1本です。ボールペン、ボールペンとカステラです。あ、でもそっか、俺も買わなきゃいけねえな。どっち、男の子なの？男です。まだ4歳なんで。4歳だから、もう何でも喜ぶんで。うちはね、12歳小学6年生の女の子はなんかお土産買ってきてねって言われて、何も買ってないのかな。そこの売店でなんか佐渡って書いてるのもいっぱいあったんで、はい、はい、あります、大丈夫です。なるほど。じゃあ松々のまだね、活躍を期待したいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。